In this following video, Albert Einstein makes a very interesting comment about the colonization of the human world by extraterrestrials. It's about a new type of colonization method of humans that we don't know about yet. This video is about a UFO that appeared in Florida, USA, not about Albert Einstein said, but very interestingly, Albert Einstein talks about it around 10 minutes later in this video. It's a very interesting statement, so I, Hiroshi Hayashi, introduce that part here first. この動画の中で、アルバート・アインシュタインは外惑星人による人間世界の植民地化について大変興味深いことを述べています。つまり人間がまだ知らない新しいタイプの植民地化方法についてです。この動画はフロリダに現れた UFO についてのもので、アルバート・アインシュタインの発言についてのものではありませんが、この動画の10分前後後でアルバート・アインシュタインはそれについて述べています。大変興味深い発言なので、最初にその一部をここに紹介します。広島市、浜松市、ジャパン、February the 13th, 2023。同じような特定の文化を持っている場合、彼らは独立した人々として認識されなければなりません。2、彼らが私たちの文化に政治的統一ができないのというのであれば、彼らはこの地球を植民地化する権利を持っているでしょう。もちろんこの植民地化は人間が考えているような古典的なやり方では実施できません。植民地化といっても別の植民地化の優れた形態を考え出す必要があります。それはおそらく国連の暗黙の承認を通じて人間を指導するという、つまりそういう形態の植民地化となる可能性があります。Fort Ogden. On October the 29th, 2013, we are up on our balcony and looking out at the ball of light that is there almost every night. We noticed it changed to look like three lights again. It then turned vertical red and had like a nucleus appearance to it with numbers ofLights, like a pillar of alert of red lights with another red light spinning around it like an atom symbol. It was very strange. We had a perfect view of it through the binoculars and got a pretty good shot of it with a video camera. Thanks to MUFON CMS.USA フォート・オグデン。2013年10月29日のことです。私たちはバルコニーに立ち、ほぼ毎晩そこにある光の球を眺めていました。その球が再び3つのライトのように見える光に変わったことに私たちは気がつきました。その後垂直に赤くなり、多数のライトがついた原子核のような外観になりました。赤い光が柱のようになり、その周りをちょうど分子モデルのように赤い光が回転しているのが分かりました。それはとても奇妙でした。私たちは双眼鏡でそれを完璧に見ることができ、ビデオカメラで
かなり良いショットを撮ることができました。無本 CMS に感謝します。アルバート・アインシュタイン Top Secret Alien Document In June of 1947 Albert Einstein and J. Robert Oppenheimer together wrote a Top Secret 6-page document entitled Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies.It says the presence of unidentified spacecraft is accepted as de facto by the military. It also deals with where do they come from, what should we do in the event of colonization and or integration of peoples, and why are they here?Finally, the document addresses the presence of celestial astroplanes in our atmosphere as a result of actions of military experiments with
fission devices of warfare. Einstein and Oppenheimer encouraged consideration of a potential future situation and safety due to our present and past actions in space, and how can we avoid a perilous fate?アルバート・アインシュタインと J ・ロバート・オッペンハイマーによる秘密文書。1947年6月、アルバート・アインシュタインと J ・ロバート・オッペンハイマーは一緒に天体の住民、つまり対惑星人との関係というタイトルのトップシークレットの6ページの文書を書いています。その文書によれば、正体不明の宇宙船の存在はすでに軍によって事実上受け入れられていると書かれています。また彼らがどこから来たのか、また彼らが地球を植民地化したり、また人間を支配しようとしたとき、そのとき人間は何をどうすべきか、そしてなぜ彼らがここにいるかについてもその文書の中に書かれています。最後にこの文書は戦争の核分裂装置、つまり核兵器を用いた時の軍事実験の結果として、そうした実験を監視するために宇宙飛行機、つまり UFO が存在するということについても書かれています。アインシュタインとオッペンハイマーは宇宙での彼らの現在の過去の行動を知ることにより、将来の潜在的に起こること、あるいはそして人間の安全性について検討することを推奨しています。どうすれば人間は危険な運命から私たち人間を守ることができるかについてもです。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。以下その要約ということになります。地球外の生命体との関係は国際法上の観点からは基本的に新しい問題となることはありません。しかし地球人でない別の知的生命体と対峙する可能性は、解決策を想像するのが難しいほどの問題を引き起こすことになるでしょう。原則として彼らと理解する可能性を受け入れ、あらゆる種類の関係を確立することは困難ではありません。もしこれらの知的な存在が多かれ少なかれ何かの文化と、あるいは多かれ少なかれ完璧な政治組織を持っていたとしたら、彼らは独立した主権者として認められる絶対的な権利を持っていることになるでしょうが、別の可能性が存在することも考えられます。ホモサピエンスの種、つまり私たち人間の原種が私たちの太陽系の別の天体で独立した国としての地位を確立し、私たちとは独立して文化的に進化した可能性もあります。もしそうであるなら、これらの生命体の生活条件は月または惑星、例えば火星が合理的な観点から考えられます。またそういう場所があるとするなら、そういう場所は環境的にも安定した、ある程度の独立した生活を可能にするような場所でなければならないということになります。さらに他の惑星には他の生命体がいるかもしれません。私たちの月と火星で電気または太陽の短波放射を使用して水素と
酸素に分離できる水が見つかっています。酸素は呼吸目的に使用できます。水素ナイトは燃料として使用されます。外惑星人または地球外の生物学的資格、つまり EBE、 つまり地球外の知的生命体はここ、つまり地球に定住することを望んでいるらしいという証拠もあります。1、彼らが政治的に組織されており、私たちと同じような特定の文化を持っている場合、彼らは独立した人々として認識されなければなりません。2、彼らが私たちの文化に政治的統一ができないのというのであれば、彼らはこの地球を植民地化する権利を持っているでしょう。もちろんこの植民地化は人間が考えているような古典的なやり方では実施できません。植民地化といっても別の植民地化の優れた形態を考え出す必要があります。それはおそらく国連の暗黙の承認を通じて人間を指導するという、つまりそういう形態の植民地化となる可能性があります。技術的および経済的に高度な地球外の人々の、つまり外惑星人たちが別の天体、例えば地球を占領する権利を持っている可能性を排除することはできません。宇宙を分割し、またそうした状況がどのように存在するのか、つまり地球人はどのようにその分割に対して宇宙でどのように住み分けるかということになります。そうした問題を道徳的に解決していくのが最も実行可能な解決策であると思われます。外惑星人たちは自分たちの存在が明らかにされないことを一方で保証しながら、私たちの文化が損なわれないように宇宙の平和的な共存を規定するような、つまり互いの合意が今なされるべきです。それは単に外惑星人たちとの国際化を進め、宇宙国際的な条約文書を作成することの問題へとつながっていきます。私たちの大気中を飛んでいる、そしておそらく私たちの惑星の周りの軌道を維持している正体不明の宇宙船の存在は、現在私たちの軍隊によってすでに認識されています。軍事戦略家は核弾頭を備えた宇宙船が究極の戦争兵器として使用されることを予見しています。攻撃はもはや排他的な方向からではなく、決まった国からでもなく、その攻撃というのは宇宙から来るわけですが、攻撃者が誰であるかを決定することは、つまりそれを知ることは事実上不可能です。彼らの人工衛星やミサイルが宇宙のどこにあるかを見つけることなど、つまり私たちは未確認の宇宙船、つまり UFO がもたらす潜在的な脅威を考慮しなければなりません。彼らのミサイルの再突入段階で、それを人間が大陸間ミサイルであると誤認して、これらの宇宙船の識別を誤ると、偶発的な核戦争につながる可能性もあるという事実も考慮する必要があります。と、この文章は1947年に書かれています。詳しくはオッペンハイマー・アインシュタインドキュメント全体でお読みください。翻訳林博史です。
ついでですが、そのレポートの中でこんな UFO が紹介されていました。2013年10月29日アメリカのフォート・オグデンで撮影された UFO です。それについて目撃者および撮影者は次のように証言しています。私たちはバルコニーに立ち、ほぼ毎晩そこにある火の玉を眺めていました。それが再び3つのライトのように分かれるように変化したことに気がつきました。その後垂直に赤くなり、多数のライトがついた、つまり原子核のような外観になりました。赤い光の割り当ての柱のように、その原子核のシンボル的な形の周りを回転する別の赤い光がありました。それはとても奇妙でした。私たちは双眼鏡でそれを完璧に見ることができ、ビデオカメラでかなり良いショットを撮ることに成功しました。モホン NCMS に感謝します。で、この光とですね、私の書斎の中に現れた光と大変酷似していることに私は気がつきました。関係があるのかないのかそれは分かりませんが、色、形、雰囲気が大変よく似ているのに気がつきました。
Maybe a fantasy of the future, tens of thousands of years ahead. It may be a fantasy of the future, hundreds of thousands of years ahead. But I saw the future and the miracle. That day, that afternoon, more than 100 small UFOs flew dancing around in my room. I called it a miracle. A miracle of a room of 6 tatami mats. A miracle which is an impossible one. But the miracle showed me the future direction that humans should take. Where do humans go? They showed me the direction of the future.数十万年先の未来の話かもしれない。が、私はその奇跡の中にその未来を見た。その日、その午後、私の部屋の中を100機以上もの小型の UFO が飛び回った。私はそれを奇跡と呼ぶ。まさに六条間の奇跡。ありえない奇跡。が、その奇跡は私たち人間が進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか。その未来の方向を見せてくれた。広し林、浜松シティ、ジャパン。それが現実であれ、非現実であれ、それは物体として動画に撮影された。そしてその物体を
私たち人間が見るところとなった。もちろんそれが何であるか私にはわからない。それらは神々の乗り物なのか、それとも神々の偵察機なのか、あるいは神々自身なのか、何であるにせよ一つだけはっきりしていることがある。その物体は人間の英知をはるかに超えた物体であるということ。例えば猿ヶ島の猿たちがスマートフォンを手にしたようなものなのだろうか、それとも空を飛ぶ鳥たちがジェット旅客機を遠くに見たようなものなのだろうか、あるいはカゴの中の小鳥が宇宙の写真を見たようなものなのだろうか。人間の歴史はたかだか数万年、技術的進歩にしてもたかだか数千年、あるいはこの数百年かもしれない。私の部屋の中を飛び回った物体が何であれ、その物体は私たち人間の英知をはるかに超えている。空間を自由に移動し、あるものはパソコンのモニター画面から飛び出し、またあるものはパソコンのモニター画面やテーブルの板の中に消えていく。大きさや形も自由に変えているように見える。その飛び方も私たちが持っている物理学の常識を超えている。つまりそれが何であるか、その判断をすること自体おこがましい。私たち人間が持っている知識そのものが乏しい。その範囲でそのものが何であるかを判断することはできない。できるはずもない。ああ、できることがあるとすれば、その物体に驚き感動し、その向こうに神々の世界を垣間見ることだけが、それは私たち人間にとっては希望ということになる。つまり人間の未来は人間の考えるような、つまり人間の手の届く範囲にあるということではない。人間の未来は人間の手の届かないはるか先の未来にあるということ。そしてその未来は数万年、数十万年先の未来へとつながっている。その未来がその先にある。そう、私たち人間は今やっと歩き始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと小さなカゴから抜け出た幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと階段を上り始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。がそんな幼児でも外の世界は無限に広く無限に高いことだけはわかる。そして心の中の世界は無限に広く、そして高い。それが希望。それが私たち人間の希望。進むべき道は限りなく遠い。
進むべき世界は限りなく広い。それを知るのが私たち人間の希望。が、その一方で、すでに私たちが進むべき道を知っている人たちがいる。数千年前、数万年前、あるいは数十万年前に同じ道を歩いた人たちがいる。そういう人たちは赤子を抱く母親のようなものかもしれない。幼児を指導する教師のようなものかもしれない。あるいは若い人たちを見つめる老人のようなものかもしれない。あるいはもっともっとかけ離れた人たちかもしれない。が、悲しいかな、人間にはそれがわからない。傲慢で自己中心的、おごり高ぶっていて自分勝手。自分たちは完成された知的生命体と思い込んでいる。神々に勝るとも劣らない知識や技術を持っていると思い込んでいる。そして精神の完成度も神々と並んだと思い込んでいる。だから人間はバカ、本物のバカ。自分のバカさ加減がわからないから本物のバカ、どうしようもないバカ。ああ、バカな人には利口な人がわからない。なぜなら自分がバカだから。ああ、愚かな人には賢い人がわからない。なぜなら自分が愚かだから。だから人間は繰り返し繰り返しバカなことを繰り返す。だから人間は繰り返し繰り返し愚かなことを繰り返す。が、それだけでは済まない。すでに人間は大量破壊兵器を手にしてしまった。その兵器が本当に使われてしまったら、この地球はどうなるのか。人間どころかあらゆる生命体が影響を受ける。絶滅する。つまり地球そのものが終わる。さあ、今がその時、今がそれを知るべき時、今がそのバカを止めるべき時、今がその愚かさから抜け出るべき時。それがわからなければ、今一度この動画を見てほしい。球体の物体が私の部屋の中を飛び回っている。これが現実、現実に起きていること。つまり私はその向こうに数万年、数十万年先の人間の未来を見た。これから先、人間が進むべき未来を見た。そしてその未来は限りなく広い、限りなく高い。そしてその心は限りなく深い。そういう人間の未来を見た。が、それは取りも直さず私たち人間が持つ可能性ということになる。その可能性こそが、つまりは私たち人間が目指すべき未来ということになる。言うまでもなく、今神々は人間に対して門を
開いたということになる。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさが、それは私たち人間一人一人の問題、私たち一人一人の選択の問題、私たち一人一人が自分で考えて行動すべき問題。そのためにもまず私たち一人一人が謙虚になること。私たちはよくて猿ヶ島の猿、あるいはそれ以下かもしれない。頭を下げて教えを請うこと。私たち人間の知らないことは山のようにある。そしてそれらは深い海のように深く、この大宇宙のように広い。さあ、あなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ、今こそ人間の私たちは神々のそうした声に耳を傾け、それに応えるべき時ではないのか。